皆様にお伝えをさせていただきます。ご通行中の皆様、大きな音でお騒がせいたします。どうもこんにちは。私は日本維新の会長崎3区支部長の井上章一郎でございます。佐世保市を中心に、県北地域あるいは五島列島を選挙区とする長崎3区、そこで支部長をしております井上章一郎です。昨日衆議院が解散されました。そして 日付またいで、翌1日目ということでありますけれども、本日は日本維新の会代表の馬場伸幸が駆けつけまして、この長崎の地で皆様にお訴えをさせていただくというところであります。私は4月に行われました旧長崎3区の補欠選挙にも日本維新の会から立候補させていただきました。結果は振るわずというところでありましたけれども、今一度この解散総選挙が迫っているというところで、私の立候補にかけた思い、再び思い起こしております。旧長崎3区でなぜ補欠選挙が行われたのか。それは自由民主党の安倍派の国会議員が巨額の裏金を作っていた、額があまりにも大きすぎるんで起訴されてしまった、その起訴を受け入れて議員辞職された、それがきっかけでの補欠選挙でありました。国の政治を今の政権与党に任せていてはこの先立ち行かなくなる、ものすごい危機感を感じました。私はその事件が発覚した頃は普通の一人の有権者でございましたが、7歳と4歳の息子を持つ父親であります。自分たちが苦しむ分にはまだ何とか頑張ればいい、そんな気持ちでいますけれども、子どもたちにそのような社会保険料の負担が大きい、税金が高い、そんな社会を引き継いで大人の責任を果たしているのだろうか、そのような問題意識を強く思いました。そして今までの政党には国の政治を任せることはできない、政治と金の問題でつまずいているようでは他の日本の課題を解決できるわけなんてない、日本維新の会こそが日本の政治を変えてくれる、変えることができる政党なんだ、そういう思いで日本維新の会の門を叩きました。そして党から公認をいただいて補欠選挙を戦いました。あれから半年経ちました。国会でまだまだだらだらと政治と金の問題が続いています。政権与党である自民党は変える気があるのかわからないのか、自民党を大きく変えてくれるだろうと国民の多くが期待した石破茂総裁が新総裁に就任しましたけれども、新総裁に就任し総理になった瞬間、自分が言ってきたことをどん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 覆してしまう、そんな状況を見ていましても、この国の政治というのはもう自由民主党に任せるわけにはいかない、あるいはその自由民主党を指摘すること、あるいは変えさせることができなかった既存の野党に任せることはできない。日本維新の会は企業団体献金を受け取らないなど、政治と金に関しては一番クリーンな政党と胸を張れると思います。今回の総選挙では長崎、全部で選挙区が3つありますけれども、その3選挙区すべてに候補者が立つことになりました。3区が私で、隣におります2区の横田支部長、そして1区は県議5期を務めています山田博史元県議、長崎1区で日本維新の会の思いを訴えさせていただくことになります。どうかこの長崎から日本維新の会の政治と金に最もきれいな政治、これを実現させるべく皆様の強い強い日本維新の会へのご支持ご支援を賜りたいと思い、今日はこのお場所をお借りしまして大きな音でお訴えをさせていただきました。どうか日本維新の会へのご支持ご支援、そして国会で多くの議席を賜りますように、皆様の力強い応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。